こんにちは。素材園芸研究室です。修士1年平山健です。4年佐藤優衣です。3年唐崎康介です。ところで、素材ってどういう意味なんですか？素材っていうのは、とっていう漢字と菜っていう漢字としても食べられる草っていう意味で、普通の野菜の他にスイカとかイチゴとかが含まれるものを素材と言います。なるほど、そうなんですね。素材研究室って何をしてるんですか？私たちは農場で種をまいたり野菜を植えたり収穫を行っています。収穫したものを研究室に持ち帰って実験分析も行っています。こちらが実際に行っている農場になります。現在は今年種をまいた作物の収穫の最中です。それでは実際に農場に行ってみましょう。ここは何の畑ですか？ここは清水森ナンバーっていう唐辛子の畑です。実際に収穫しているところ見せてもらってもいいですか？いいよ。清水森ナンバーって何なんですか？清水森ナンバーは弘前に自生している唐辛子です。枝分かれしているところに芽ができるので、ひねってあげると簡単に収穫ができます。いつ頃種まいていつ頃収穫になるんですか？3月の後半から4月の頭に種まきを始めます。9月の頭から9月末までは収穫ができます。なるほど。先輩、そもそもなんですけど、これって何のためにやってるんですか？先生に聞いてみようか。先生、この畑の清水森ナンバーはどういう目的で育ってるんですか？この畑は農家さんのために種子を作っている畑です。ってことは他の畑でも育てているってことですか？そうですね、弘前周辺でだいたい20ヘクタールぐらいあります。なるほど、ありがとうございます。この時期に行っているのは唐辛子の収穫だけですか？今は白菜も植えてる最中なので、実際に見に行ってみましょう。なるほど、行きましょう。僕が実際に白菜を植えてる場所になります。それじゃあ先輩、植えるとこを見せてください。はい。事前に肥料がまかれているので、土と一緒に混ぜてあげて、根がしっかりつくように押してあげます。白菜っていつ頃収穫できるんですか？11月の中旬とか12月の頭くらいには取れると思います。だからよく鍋とかに入ってるんですね。あ、そうですね。収穫した後の野菜ってどうするんですか？研究室に持ち帰って遺伝子とか成分を分析して、今後の品質向上に生かしています。ありがとうございます。さあ、実験室にやってきましたが、さっき取った唐辛子をどうするんですか？この唐辛子の糖度を測っていこうと思います。唐辛子が 8.2%。 先輩、この 8.2 っていうのは他の唐辛子に比べて高いんですか？とても高い値だと思います。へ、他の唐辛子よりも糖分が多いっていうのが清水森ナンバー特徴の一つなので、すごい高いなって改めて思いました。糖度を比べるためにトマトを用意しました。同じようにトマトでもペースト状にしていこうと思います。この2種類のトマトの糖度を測っていこうと思います。最初のトマトは 6.2 です。2つ目のトマトを測っていきます。はい。本当だ、違う。こういう品種間で糖度が違うとか成分の違いがあるというのを調べているのが私たちの研究室です。分析の他にも収穫した野菜は研究室に持ち帰って料理をしたりしています。今日は先ほど収穫した唐辛子と以前収穫した玉ねぎを使って焼きそばを作ってみたいと思います。やった、やった。清水森ナンバーを切っていこうと思います。清水森ナンバーの特徴ってあるんですか？他の唐辛子に比べて肩が張ってるっていうのが大きな特徴になります。肩が張ってるっていうのは、ここが角張ってるってことですか？幅が広い。幅が広い。辛さはどうなんですか？辛さは意外と控えめで、へ、誰でも食べやすい辛さだと思っています。他になんか清水森ナンバー豆知識とかあります？一時期生産者さんが一人になっちゃったんですけど、いろんな人たちの協力のおかげで今では生産者さんも増えて絶滅は免れたというところになってます。
。この清水森難波ってどこで買えるものなんですか？地元のスーパーとか観光施設に行くと果実を買えたり加工されたものを買うことができます。結構青森ではメジャーになってるってことですかね？そうですね。なるほど、ありがとうございます。はい、続いて玉ねぎを切っていこうと思います。玉ねぎの研究はどんな内容をしてるんですか？玉ねぎは青森県の土地や気候に適した玉ねぎの品種を探すという研究をしています。1年間はどういうスケジュールでやってますか？まず玉ねぎをいろんな品種植えてどれぐらい育っているのかという収量調査をしたり、玉ねぎの成分がどれぐらいあるのかという成分分析をしたりしています。それでは焼きそばの方を作っていこうと思います。お願いします。行きましょう。お二人は普段料理とかします？結構します。ここで収穫して採れた野菜とか結構持ち帰れるので作りますね。でも結構他の研究室と比べたら楽しい研究室だと思いますけどね。ありがとうございます。農作業とかしながら話したりとか結構多くて、他の研究室だったらそういうのないから一人で実験とかだもんね、みんなで協力しないとできないことばっかだから。先輩が優しいっていうのはありますよね。へへへ、やった、見本にならないすごいまずいな。よし、できました。イエーイ。じゃあ今からできた焼きそばを食べていこうと思います。先生やった。はい、それじゃあいただきます。いただきます。美味しそう。美味しそう。あ、美味しい。うん、うん、ピリッと辛いね。うん、ちょうどいい感じですね。いいね。まあ、うちの研究室の魅力って何？自分の研究対象の野菜を作って実験するだけじゃなく食べることもできるところが魅力なのかなって僕は思います。私今玉ねぎやってるんですけど、玉ねぎ以外の野菜とかも普通に育ててたりとか自分が食べたい野菜とか育てたりできるっていうのが結構いいとこなんじゃないかなって思います。先輩たちがもういいこと全部言っちゃったんであれですけどやっぱりみんなでワイワイできるのはなかなか今の時代できなくなってきてて、みんなで協力しながら一つのことできるっていうのは特徴の一つですごく楽しいところなんじゃないかなと思います。先生、うちの研究室だからできることとかありますか？やっぱり難波に代表されるみたいにこの津軽でしか作れない野菜、それが研究できるっていうのが大きいんじゃないかな。まあ弘前大学で野菜の研究をしてるって言ったらうちの部屋しかないから、まあ、玉ねぎにしろ青森で野菜を作るっていうことを学べるっていうのが大きいんじゃないかなと思うね。確かに。広大に来て良かったことって何？青森県で唯一の国立大学なので誇らしいというところが良かったかな。農学関係の勉強をしたくて入ったんですけど、実習とかリンゴが多くて、やっぱり青森といえばリンゴっていうイメージ強くて、リンゴの食べ比べとかあってすごく楽しくて良かったなって思います。僕の入学ってコロナと2人かぶってたんですけど、弘前大学ではコロナに配慮しつついろんな活動を制限しないでやってくれたところが大きくて、実習でもそうですけど広大に来てよかったなって思います。研究室でいうといろんな人がいると思うんですけど、こんな人いたよみたいなエピソードありますか？研究室の中で素材とカキなんだけど、それで結婚したっていうのが2組いて、先週もその結婚式で秋田に出かけて、いろんな人いますもん、僕弘前出身でいろんな県の人がいるじゃないですか、たまに喋ってることが通じない時とかあって悲しいなって、福岡とかもいますね。結構北から南までいますよね。北海道の人も結構いたりして、私も北海道なんですけど、弘前来てねぷたとか見て、あ、すごいなみたいな独特な文化あって面白かったですね。いろんな文化があって、いろんな人がいて楽しいですね。すごい。以上が農学生命科学部素材園芸研究室の紹介になります。私たちの研究に少しでも興味を持った方、ぜひ私たちの研究室に足を運んでみてください。皆さん待ってます。